はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、高橋みともです。はい、今回の動画ですが、ちょっと前回の感想動画、多分今動画上がってると思いますが、上げてますが音声が入っていないということにしっかりと気づきまして、今回のざっくり感想、ざっくり24話までのざっくり感想です。ポケモンの感想までいきたいと思います。ではいきます。まあ今回の作品、結局仮面ライダーとキラメイジャーは TTFC で見たんですが、超バトル対戦ってどこのマネやねんって、仮面ライダーは、ね、キラメイジャーはジャメンタル研究所なんでやねんって言いたいと思います。でポケモンでロケット弾絡みだったんですけど、まあ、お疲れ様でーすでした。ということで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。